どうも、おまっとさんでした。ヘアチョロです。本日の動画は、編集が非常に雑であることをお許しください。なぜかというと、11時から放送される CS 放送、プロ野球ニュース753をどうしても見たいんで、ノーテロップ!ノー BGM で行かせていただきます。いや、 BGM は雰囲気が出ないから。レオー、どうもおまっとさんでした。本日の試合は5対2をもちまして埼玉西武ライオンズが勝利いたしました。4連勝ドイツカード3連勝今シーズン初、そしてプロ入り蛭間拓哉プロ入り第1号ホームラン炸裂！乾杯！うまい！本当にうまい！もう今日ね、仕事、だいぶかかったんですよ。だいぶかかってね、帰ってきたのも8時、半だったかな。遅かったのよ、今日はもうかかったの、ね、すいません、もう、今日のね、おつまみ、ちょっと店員さんお箸いっぱい入れすぎだな。お箸がいっぱい出てきた。テリーと監修唐揚げの天才、唐揚げの天才を行かせていただきます。はい、めっちゃ美味しそうです。はいはい、いますよ皆さんね。蛭間拓哉、渡辺健人、隅田知一郎、ドラフト1位3兄弟ですね。唐揚げの天才。じゃあ早速蛭間くんからいただきたいと思います。じゃあこれ違うわ、こっちか。蛭間くんいただきます。タルタルソースでいただきます。うん、おいしいです、おいしいです、最高です、最高です。はい、おいしい、おいしい。もうね、もうごめんなさい、もう唐揚げの天才とかもうビールとか、もうそんなことより、蛭間拓哉、プロ入り、第1号ホームラン、ごめんなさい。口にもぐもぐさせながらごめんなさい。株主の皆さん、ごめんなさい。飯うめえ。サクサク行きたいのよ。プロ野球ニュース絶対見たいの、今日は。間に合うかな ?11 時の、オンタイム間に合うかな。試合振り返りたいところなんですけどね。もうごめんなさい、もう今日は、もう、蛭間拓哉のホームラン、これにつけてしまう。本来であればよ。隅田知一郎、3勝目プロ入り4勝目って、ね、なるところですよ。もう今日はね、蛭間だわ。蛭拓だわ。もう源田のファインプレイもすごかったね。公式のツイッターで見たけど。でもごめん、もう全てを吹き飛ばす隅田のホームラン。これを、持ってっちゃう全部彼が。スターよ。ねえ。かっこいい。あの、打った後のバットだけ、小笠原かと、あのバットだけ、小笠原かと、かっこよかったわ。痺れますね。リアルタイムで見たかったな。なんで仕事して、入ってんだろうな、もう。本当にな。日曜の昼間になんで仕事やねん。トモさんが見てるからあんまり大きい声で言えないけど、なんで日曜で昼間から仕事やねん。昼間だけに違うか。いや、まあとりあえず試合を振り返りますと、ごめんなさい、もう今日もテキストで失礼いたしますね。はい、2階の表ですね。2階の表、何があったのかな。2階の表の攻撃、先頭打者中村拓也が、サードゴロ、マキノンライト前ヒット、そして岸潤一郎がレフトへヒットを放つ、ワンアウト一二塁ですね。ワンアウト一二塁、ほうほう。で、8番古賀優斗が外角のストレートを打つもライトフライ、ツーアウトなんですね。ツーアウト一二塁、もう数日前のライオンズであれば、あ、まあこの回もどうせ点入んないんだな、っていうか今日も点入んないんだな、なんて思ったでしょ皆さん、思ったでしょ。
違うんです。なぜならば昼間拓也が合流したからです。はい、その昼間拓也、2アウト1、2塁ボールカウント3ボール2ストライクから先制スリーラン。ライオンズさんって先生、プロ入り1号おめでとう、昼間おめでとう。もう獅子になってます、あなたは獅子となれ、いや獅子になってます、大丈夫です、白い縦紙なびかせてますよ、僕には見える昼間拓也の白い縦紙が。はい、そして3回にも渡辺別件がツーランホームラン。いいじゃないのいいじゃないのねえ、別件よく、いいな、いい働きしてます、4番の働きしてる、くー憎いねー同じドライチがね頑張ってます、昼間拓也、渡辺健人、ドライチが頑張ってる、そして今日先発している隅田知博、彼もドラフト1位、はい、2021年ドラフト1位隅田知博、5イニングを投げ98球5奪三振無失点、お見事です、ナイスピッチングですね。まあ8回は、佐藤俊介がどうしたんでしょう、最近佐藤俊介ちょっと調子がよろしくないね。でその後投げた佐々木がちゃんと引き死したんでしょうね。佐々木健、お前頑張っとるだ、最近今年いいじゃないの佐々木、そして最後は増田大先生じゃないのね、森脇だったか、あれあれあれ、嘘マジで増田大先生お休みか、今日はお休みか、それとももしかして森脇が新大先生になるんですか、そういうこと。まあこれはまあまだわかんないです、まあ休養ですかね、まあ昨日一昨日と投げたんでね、2連投してるんで、まあ今日は休養でしょう、そういうことでしょう、まあ、そういうことにしておきましょう。ということでライオンズ5対2で勝利、ナイスゲーム、いやこの3試合ナイスゲームじゃないですか、昨日の高橋光成の8回無失点のピッチング、一昨日の外崎と中村拓也のバッティング、いい波乗ってますよ、いい波乗ってますよ、いい波乗ってんね、ライオンズいい波乗って、この勢いをどうぞ続けてください、来週以降もどうぞ続けてください、連勝街道ひた走ってください、総根お願いいたします。というわけで、今日の動画はこれで締めさせていただきます。チャンネル登録、高評価ボタン、コメントもお待ちしております。インスタ、ツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた明日お会いしましょう、素晴らしい月曜日をお過ごしください、さようなら、ライオン。君が勝利の女神さ。